名馬、グトルファフ氏と、名剣、グンフェズルは、アイスランドの民話。英訳は、アンドルー・ラングの、ベニ、色の童話集に編まれている。これはドイツ語からの重役で、ヨーゼフ・ポエスチオン編、アイスランド、おとぎ話集初集ダスプフェド・ガルファ・キシー、ウント・ダズ・シュベアート・ガンフ・ジョジャーから本案されている。よく似た場名や、県名の登場するアイスランド民話は他にも数編。 収集されている。ポエスチオンのドイツ訳の元となった原話は、ステイングリムルトルステーンソン教授をつてに入手したものであり、さらに言えば、その一冊のドイツ訳を研ぎ話し集の中で、この一編だけが、ヨーニアウルトナソン、アイスランドの伝説と民話取られたものではないのである。すなわちポエスチオンの民話集は、原則、交渉の原話からの翻訳であるのだが、この一編のみ例外で、 文献に書かれた話であった。アイスランド語のテキストは、1857から1870年頃の JS2874 通過ミシャホンに書き残されたもので、ようにアウルトナソンの収集を拡張した全6巻完全版、アイスランドの伝説と民話の第四巻に初集される。シグルズと、湖畔の船に遊ぶヘルガとの開口。が、ヘンリー・ジャスティス・フォード王と女王には、 息子シグルドがいた。シグルドが10歳のある日、女王が死んだ。王は長い間妻の死を嘆いていたが、妻の母前で、インギボルグという女性とよしみを通じ、間もなく結婚した。シグルドはこのまま母にとても懐いてた。ある夜、インギボルグはシグルドに、翌日の父王の彼には必ずついて、出かけるように言ったが、シグルドは拒絶した。翌朝インギボルグはシグルドを、 ベッドの下に隠すと、しばらくして、女巨人が来た。インギボルグとは姉妹であるその女巨人は、シグルドはおらぬか、と尋ねたが、不在だとイルスを使い、定調にもてなして、上で追い払った。二回目もまた別の女巨人がやって聞きたが、同じようにあしらった。しかし三回目の女巨人は、会議には、もしシグルドが聞こえる近くにおるならば、その半身は焼き焦げ、半身はないよ。 私を探し当てるまでいてもたまらなくなれよと呪いをかけてしまった。ルース・マニング・サンダーズによる際話は、シガード・ザ・キングスさんと解体されて、童話集、A ブック・オブ・オガーズ・アンド・トロールズに編まれている。完全版、アイスランドの伝説と民話には、登場人物などの設定は違うが、よく似た名の馬や剣が登場する類話が数編、収録される。ありがとうございます。